パイプは我々はダニッシュベントって呼んでるんですけども、あのラルスがね、ラルス・イバルソンがよくこの形をこう作って作ってるんですけども、それをうちの福田が、福田なりの解釈で持って作ったっていうパイプです。あのスワンに比べてね、じゃあベント、ダニッシュのベントとそのスワンとどう違うかっていうと、針がこちらは少しこうスマートなわけですよね。でその分こう手に収まる形がちょっとこう、なんていうのかな、あの小さい感じっていうのかな、受けるけども、あの手頃な、やっぱりこう見るとね、本当は迫力があるようなパイプだけども、ちゃんとポケットに入れてもね、十分持ち運びができるような形です。それからこのね、木目もフレームグレーン、こちらがフレームグレーンで、こちらがストレートグレーンになってますしね、木目を見ても面白いと。それからあのバーズアイもバーズネストとバーズアイ、バーズネストっていうのは鳥の目が何個か固まっているようなことを言うんですけど、ここでにバーズネストが見えるし、バーズアイもずっと表現されているし、なかなかこれも珍しいパイプだ。